浄土宗プレゼンツ朝のひととき。今日もこの時間がやってきました。浄土宗プレゼンツ朝のひとときです。ダウンタウンにあります浄土宗にお邪魔しています。ご紹介しましょう。田中光道さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今日この場に関さんも、はい、この間共演させていただいた、はい、この3人のね、男祭りは前回のこのコーナー、はい、生放送でね、ライブでしたね。ライブでしたよ。ライブ from Torrance。It's Thursday morning でしたね。はい。でね、その生放送を受けて、はい、メッセージいただきました、はい。はい。ご紹介していきましょう。はい。ラジオネーム、ブレアの日本人さん。はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いています。あ、今日は浄土宗のコーナー生出演でとても良かったです。おー。はい。聞いていて、こちらに来ている日本人だからこそ余計に日本のことを理解できると私も思いました、はい。仏教文化の中で育ってきたので他の宗教のことは薄っぺらくしか理解できないのが残念です、うん、そうですね、うん、だからこそ日本の文化をより一層大切にしたいですね。また生出演してくださいと。はい、ありがとうございます。リスナーからオファーが来ましたので、はい、またやりましょうかね。またこの機会を作って、はい、いきたいと思います、はい、はい。でもう一つメッセージ、はい、ラジオネーム匿名の KT さん。KT さん。はい。はい、これ、コード田中じゃないですか、ね。私じゃありません、ね。はい、初めてメッセージを出しますと。はい。年末年始が近づいてきますが、除夜の鐘について教えてください。うん。煩悩が108あるというのは知っていますが、なぜ鐘をつくことで払えるのかと思っています。はい。また、初詣はお寺でもいいのでしょうか。こちらには神社がないのでというふうに来ていますが、なるほどですね、なかなかこれはね難しいんで、はい、さらさらっといきたいと思うんですが、はい、まあ、詳しくはね、うん、インターネットでいろいろ調べられると思うんで、まあ、除夜の鐘っていうのは煩悩を取り払うためにそうですねつくんですね。で、煩悩を取り払って煩悩を抑えて良い行動をして良いカルマをね身につけてと、それで悟りに行くんですけども、これができません、はい、やっぱり普段のその修行僧のように世間から出てね、うん、出家して、うん、修行してるわけではありません。私たちみんなこの世間にいますよね、はい、ですからこう自分の力で煩悩を取り除くことってできないですね、うん、その代わりにこの大晦日にこの鐘をつくと煩悩を抑えるってことができるんだよっていう、こうまあ年々伝わってきたんでしょうね。やっぱり例えばあれボーンっていうのを聞くとどうですかね、ざわ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 忙しいっていう心がちょっと落ち着くようなことがないでしょうかね。あの鐘の音色をまず聞くだけでも落ち着きますし、はい、実際に除夜の鐘をね月に行ったことありますが、はい、あのついた時、はい、ドーンと心にそうです、ね、の中に響いてくるな、ね、これやっぱりあの論理で説明つかないことだと思うんですよね。あ、なるほど、はい、うん、でまあ、とにかくそのなるべく悪いことをしないで、うん、なるべく良いことをして自分の心を清めると、うん、またね、あと煩悩が108つってよく言いますね、はい、煩悩によって私たち苦しみが起こるんですね、苦しみはあのよく四苦八苦と言われますね。言いますね、はい、はい、掛け算ですね、はい、四苦いくつですかね。36。四苦36、はい、そして八苦は72。36と72を足しますといくつになりますか。108ですね。108ですね、はい、こんな語呂合わせはインターネットにいっぱい載ってますからいろいろ調べることできると思いますが、まあそんな風にも言われるんですね。いずれにせよその108つあると言われる煩悩は、うん、私たちのむさぼり、もっと欲しいもっと欲しいもっと欲しい、それから怒り、それから愚かさっていう、この3つに大体分けられるってことですね。そしてですよ、はい、もう一つ、初詣はお寺でもいいのでしょうか。こちらには神社がないので、はい、そうですね、うちのお寺でも、はい、元旦、うん、9時から5時、5時に閉めますが、はい、門を開けて参拝の方をお待ちしております、うん、で神社は確かにないですね。そうですね、ですからお寺でお参りしていただければいいと思いますが、うん、柏で打たないそうですね、はい、10時から首相へという元旦の法要を務めますので、はい、これの後がいいかと思いますね、うん、その後は私はずっと門の前でいますので。あ、そうですか、はい、分かりました。そしてちょっと前後しますけど、はい、大晦日、はい、去年私も参加させていただきました、はい、はい、念仏へ、はい、1時間の1時間お念仏唱える会をいたします。木魚を打ちながら、はい、参加者全員で
南無阿弥陀仏。そうですね、と、はいはい、これも除夜の鐘の代わりにぜひご参加いただければと思います、はいはい、ということで、はいはい、今年も残り数回になりましたけど、はいはい、もうちょっとよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。